皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ぎーこちゃんです。なあ、なんか服が青く見えるの、何なのこれ。まあいいや、はい、そんなわけで、ぎーこちゃんはね、最近のモンスト、まあちょっと盛り下がってる感じあるじゃん。昔の多分コメント欄で非常にあったんですけども、あのイザナミでヒーヒー言ってる頃がすごい楽しかったっていうね、コメントが非常に多いんですけれども、なのでちょっと当時の感じをね思い出したいです。というわけで皆さん、このパーティーでやってみてください。あの最近始めた方も昔からやってる方も、今初降臨時のパーティーでどれぐらいのタイムでクリアできるかを俺と勝負だということでやってみましょう。まず勝てるかどうかも分かんない、まあ、甘えきってるから今のストライカーは。ああ俺もね。さあパーティーとしては、クイーンバタフライ、まあ、進化神化どっちでもいいよ、ヨルムンガンドの進化、ヨルムンガンドの進化、ヌラリヒョンの進化という形でいきたいと思います。いくぞ、これいけんのこれ。バリオエ、なんだこれ。マジかよ。倒していくね普通に。なるほど、難しいなこれ。バリバリむずいんだけど、どうしようこれ。こんな難しかったっけ。これでこのターンでなんとかいけるのかな。縦間ちょっと右すればさ、これでよし。むずっ、何これ。これマジでマジにやんねえと、マジでこれやばいぞ。こんな難しかったっけ。すごい噛んだけど、こんな難しいのイザナミって。そう、昔の超絶って即死がそんなないんですよ。そうそうだけど全然ないんですよ。なんで優しいよ、優しいんだけど取ってねえし、やべえ、それやばいよ。次ファーストでしょ。やめてくれ、ここむずい。ちゃう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 。セカンドだろ、で下から行くか。じゃあ上行くなよマジで。入れ入れ、よっしゃ、うまい。今のうまい。ちょっと回復していきたいから、これで間入って、倒せるもん倒していく。こいつな、ちょっと金派にしていこう。これ危ねえわ、もうもう危ない。でちょっと縦貫して金波金波横貫して、いや待って、端っこすぎる。金波下からやめろ、危ねえ。これ取って夜分も真ん中ずらして、やめろ。よしよしよし、 OKOK、 それなら OK。いやーって中ボスかな、中ボス1だよね多分ね。あ違ったっけ、あれ、あやっぱそうだよ、これ大事。あいいじゃん、そうしよう、強いわ。あいいじゃんいいじゃんいいじゃん。待って待って、夜も重力まで持ってるの。あ持ってるわ。で神キラー持ってるな。あいいじゃんいいじゃん、強い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 。あバリバチクソ強い強い、バリ強い、最高です。ひだめがひどい、ひだめがひどい、ひだめがひどい。え弱点そこ。じゃあ横貫しよう、よし、いいぞいいぞいいぞ。でここでヌラリヒョンをできれば位置取りしときたいんだよね。それ無理だな、上行って狼の上から間に入る。それそれなんだけど、それだけじゃきついんだよねぶっちゃけ。待って、デブってる、危ねえ。よし
で、むずいなこれ、どうしようかな。よしよし、うまい。そうね、それ。さあ、です。ちょっとうまく調整して。磁力持ってないから、ただ左。いや待って、その捨て方痛い。やったわ。あ、でもこれで。いやー、ずれ方がすっぺーかもしんない。やったな、今の失敗は痛いな。いや、でもチャンスはある。うん、チャンスはあるぞ。で、チャンスあんのかこれ。いや、いいぞ。かもしんない。いや、でもまあしょうがない、正攻法でいくか。じゃあ、いや、もうSP少ないから正攻法でいくわ。OKOKOK。 きっついな、昔のイザナミどうなってんだこれ。そこね、そう、そこに位置取りしとけば OK。 丸水さん、これワープ出てきちゃったんな。で、右上のバーンと消せないんだよ。いや、アホかこいつ。やったわ。この場合は多分回復取ってても無駄かもしれない。OKOKOK、それ OK。いってえ。こいつ倒しつつ。メテオじゃなかったっけ。ミッドガルドの雨が降り注ぐもんね。そうじゃん。どれ、意味ねえ。 SS の意味よ。まあいいや。で、次真ん中なんだよな。上にとりあえず挟まっとくか、シールドの間にガチャンと。こうやっとけば触れやすいっちゃ触れやすいでしょ、ぶっちゃけ。ちょっと動きづらいけど、まあまあまあ、それはいいとして。待って、ここちょっとやったな俺、完全にこれやってるかもしれない。ちょっとやったな、これやったな。左上のゾンビ、うわー惜しいな。いや待って、きつい。剣取って、いやー待って、まあでも次現れるから大丈夫でしょ。とりあえずこれでとりあえずヨルム触れとく。あ、ヨルム上だけ、下もかと思ってた。やってるわ俺、これやったな。そうなんだ、ヨルムてめえ。これヨルムマジか。まあちょっと削ってきたね。よしよしよし、ダメージウォールね、気にする人はね、気にすることはね。痛いは痛いけど、待って、いける。ストショよし。いやー、これ途中でワンパン配置うまくできなかったな、痛かったな。ワンパン配置あんましたことなくて、そんな感じかということですよね。お、めいいダメージ、いいダメージ、スポーツ入ってる。でセカンド右、いいんじゃないですかこれ。
めちゃくちゃいいんじゃないこれ。これではやられんよ。で SS でヨルムンガンドの雨、ミッドガルドレイン、失礼しよう。どうすか、どう、よし勝った。むずいな昔のパーティーは。うわ難しいっすわ。あ、こんな感じなのね。うわうわうわ、なるほどなるほどな。初降臨パーティーやっぱり難易度は高いけど、これワクワクできるな。はい、そんなわけで皆さんもぜひぜひやってみてください。ギコちゃんのクリアタイムは9分23秒、めちゃくちゃ遅い。皆さんのクリアタイムコメント欄に書いてみてください。以上ギコちゃんでした。バイバイ。